1月4日木曜日の全国の天気をお伝えします。まずは天気図をご覧ください。低気圧や前線は東の海上へと進み、西からは高気圧が進んできます。午前中雨が降っていても天気は回復へと向かうところが多くなりそうです。天気分布予想で各地のお天気を見ていきましょう。白が雪、青が雨の予想です。北陸地方は午前を中心に雨や雪の降るところが多く、強まることもありそうです。ただし午後はだんだんと降りにくくなり、ゆっくり天気は回復へと向かいます。北陸地方、これまでの地震の影響で地盤が緩んでいる恐れもありますので、少しの雨でも土砂災害に警戒が必要です。引き続き急な斜面などには近づかないようにお願いします。その他の地域も中国地方や近畿、東日本から東北日本海側は雨や雪の降るところがありますが、午後はだんだんと降りにくくなります。続いて気温の予想です。西日本や東日本など晴れる地域では日中は寒さが控えめになるところが多くなっていきます。ただ夜にかけて気温が下がりますので、調節しやすい服装でお過ごしください。北海道は昼間も寒く、一日を通して防寒が欠かせません。暖かい服装でお過ごしください。詳しいお天気や気温の予想はアプリウェザーニュースでご確認いただけます。